皆さんこんにちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回は鹿児島県鹿児島市にある南日本ハウジングプラザの住宅展示場に来ています。この花と愛のある暮らしでは鹿児島初めて来たんですけれども、すぐ近くに桜島がドーンと見えていて、本当に海のそば、すごく太陽の日差しも強くてすごくあったかいなという感じがします。で、今日はこちらのお家お邪魔していきます。キュービックのデザインがすごく印象的ですよね。このアーチのようになっている水平のラインがアクセントになってますね。この黒と白のサイディングのコントラストもとても素敵です。このエリアは気候によっては灰の影響もあるということで、その火山灰にも対応した作りに作られているということで、どんな工夫があるのか見るのがとても楽しみです。外観でいうとテラスがあるのがまず素敵だなと思ったんですが、その隣に小さな坪庭もあって、中から見てどんな風に見えるのかも楽しみです。では行ってみましょう。とっても明るい印象の玄関なんですが、すぐこちらがお帰り動線になっていて、シューズクローゼットがついています。で、壁の向こう側には手洗いもあるので、こちらから上がっていきます。で、このような形ですごい可愛い一角ですよね。ここで手を洗ってからお家の中に入ることができます。では早速行ってみましょう。このパネルもすごくアクセントになってますね。壁一面とってもおしゃれです。そして入ってすぐにあるのがこちらの和室です。先ほど外からも見えていた坪庭がこんな感じに見えていますね。本当にこの一角で良ければ隣がどんな風景でもすごく映えると思うので、こういう作りはすごく素敵ですね。で、この和室なんですが、玄関入ってすぐなので、まずお客様をここに案内する場所としてすごく役立ちそうです。この吊り押し入れもしっかり収納できるので、ちょっとしまうにもすごく便利な作りだなと思いました。すごくおしゃれな和室ですね。では中の方行ってみましょう。はい、ここが1階のフロアなんですが、一番手前にハーフ収納がついてますね。で、洗面所があって、そのまま水回りがつながっています。そしてキッチンがあって、ダイニングがあって、テラスがあるという作りになっています。この真ん中のリビングルームはすごく明るいんですよね。少し高めのハーフ吹き抜けになっていて、両面から光が降り注いでいるので明るいんだなと、ここに立ってみるとよくわかります。そしてすごく可愛いなと思うのが、こちら猫ちゃん用の仕様になってるんですね。キャットウォークがこの吹き抜け周りもぐるっとついているので、この猫ちゃんと一緒に暮らすお家という想定なんですね。そのつながりでいうと、こちらのハーフ収納も見てください。こんな感じで収納としても使えるんですが、ペットの居場所としてこういう空間を活用するというのもあるんですね。かわいい、ね、猫ちゃんとかだとね、身長そんなに高くないので、こういう空間ですごく楽しく遊んでくれそうですよね。そしてこちら側から水回り見ていきたいと思います。まずはこちらが洗面所ですね。ここから床も切り替わっていて、すごく水を落としてしまっても気にならないような撥水加工のパネルが敷かれています。で、窓からも明かりが降り注いでいるので、すごく明るいなという印象ですね。そしてこのままここで洗濯室になっていて、脱衣所とお風呂場とあるんですが、やはりこのお家ではこのエリアが外干しにしておくと灰の影響を受けることもあるということで、室内干しを希望されるお客様がとても多いそうです。ということで、ね、こんな感じで室内でも洗濯物が完結できるような作りになっているとすごく便利ですよね。アイロン台もついてます。では中の方行ってみましょう。
こちらがキッチンですね。先ほどの水回りからパッと行けるようになってるんで、家事の動線もすごく便利だと思いました。で、ここから見ると本当に家中しっかり見渡すことができるんですね。ダイニングもテラスも玄関の方まで見えますし、ハーフ収納とあとリビングもよく見えます。で、リビングとの境のところには化粧柱がついていて、それが程よくこう見えてるんだけど、ちょっと目隠しにもなっているという感じで、すごく効果的に使われてるなと思いました。このキッチンはすごくいいなと思ったのは、やっぱり収納が多いところですね。この辺も全部引き出しだったり開き戸になってますし、ちょっとごちゃごちゃしがちな食器類などはこんな感じで少し透けて見えるような感じで収納できるので、散らかってても大丈夫だし、まあ綺麗なら綺麗で使いやすいしっていう感じで、これは本当に採用したいなと思います。そしてこの隣がダイニングですね。で、ここで食事をとる想定なんですが、こちら側にカウンターもついていて、ここではちょっとした宿題をやったり調べ物したり仕事もできそうです。我が家も本当に同じ作りでダイニングとカウンターがあるんですけど、この収納がないんですよね。で、やっぱりこういう収納があると仕事のものとかもうこっちに一度しまって、ここは綺麗に見せることができるので、この収納もあったらすごく便利だったなと思いました。そしてこの奥の方にテラスがついてますね。このテラス外からも見えたんですけど、こうお家がコの字型の作りになっていて、その一角にあるんですね。こちらのテラス、リビングからすぐに出れるようになっているので、ちょっと一息つきたい時にパッと出て涼んだりとか夜風を感じたり、いろんな使い方ができそうです。あとはここはキッチンもすごく近いので、家族でこの一角でバーベキューしたりしてもいいですね。一角こうくぼんでいて、あの植栽もあるので程よい目隠しがあって、ご近所も目線も気にならずにバーベキューも楽しめそうです。では中に戻りましょう。ではこちらから上の階に上がっていきましょう。ここが 1.5 階になってるんですが、この場所から1階のフロアが見渡すことができます。で、先ほども言ったように少し高めの吹き抜けになってるので、ここからもこう抜け感があって下の様子がよくわかります。そしてこちら、この階段途中の踊り場の部分がスキップフロアになっていて、このような書斎のような作りになってます。まあ、ファミリーライブラリーとして家族の本をここに置いておいて、誰でも使える場所にしてもとても素敵ですね。で、ちょうどこの下が先ほど見ていたハーフ収納になってるので、その空間の使い方もすごく工夫されていて面白いなと思いました。ではそのまま2階に上がっていきましょう。2階でまずご紹介するのがこちら、子供部屋です。すごい可愛い作りですよね。床の色もワントーン明るくなっていて、壁紙もすごくおしゃれに作られています。そしてもう一部屋、寝室の方に行きましょう。あ、こちらが外からも見えていた窓なんですが、1階の方まで光が届くように作られているんですね。1階に立っていてすごく明るい感じがしたのは、この工夫があったからなんですね。こちらが寝室です。比較的リアルサイズだなと思いました。まあ、モデルハウスによっては結構もう豪華な作りだったりするんですけど、実際やっぱりお家作るとなるとこのぐらいの寝室ってすごいリアルだなと思って、ただこういう光の取り方とかちょっとしたインテリアの工夫ですごくリッチな雰囲気になるなと勉強になりました。で、この裏側も見ていきましょう。まずこちらにちょっとしたワークスペースがついてるんですね。まあ、お化粧したり身支度整えたりってことなんだと思うんですけど、ちょっと夜に日記を書いたりとか勉強したりいろんなことに使えそうで、この一角だけでもあるだけですごく使いやすそうだなと思いました。そしてここから見えるこちら側が L 字型のクローゼットになっています。
結構夫婦2人分がしっかり収納できそうな作りになってますね。天井がつながってるので比較的明るくて、ここが抜けてる分すごく開放感があるクローゼットだなと思いました。でこちら側にもテラスがついてるんですね。ちょっと寝つけない夜に空を見たりするのにも良さそうです。でこちらなんですけど、このテラスのところにも1階につながる窓がついてるんですね。なので外の光をこう1階まで届けることができるんです。こういう作りの工夫で随分1階でも明るくなるんだなと勉強になりますね。でもう一つ階段があったので上がっていきたいと思います。はい、こちら上に上がっていきます。こちらが小屋裏のスペースなんですけれども、今回はシアタースペースとして使われています。まあ、もちろんこう屋根裏の収納としても活躍するんですが、ちょっとクロスを雰囲気変えてみたり、窓からも光が取れるようにするとソファーを置いて本当に部屋みたいに楽しめるんだなと、すごくアイデアが詰まった一角になっています。では下に戻りましょう。はい、ということでルームツアー皆さん楽しんでいただけましたか？外観を見ると窓がちょっと少ないので、どんな風に明かりを取ってるんだろうと気になってたんですけど、中に入ってみるとすごく工夫された作りになっていて、その吹き抜けだったり、その奥のテラスだったりから明かりが降り注ぐように工夫されて作られていましたね。火山灰と共に暮らす町ということで、もう軒の部分でもわざと抜けていて、こう灰が降り積もらないように工夫されていたり、そういうところもやっぱりこの町ならではの工夫が感じられました。実際に暮らしている方はこう気候によって、風向きによって灰が降る日もあるということで、そういったところでのこう対策だったりは結構大変な部分もあるみたいなんですが、ちょっとした工夫でより暮らしやすくなるのはすごくいいなと思いました。室内干しもね、しっかり完備されてると本当に安心ですよね。今回のお家はこのリビングルームを中心にこう囲むようにいろんなところが自然とつながり合ってたんですけど、猫ちゃんが暮らせるような工夫もされていて、本当に回っていてとても楽しいお家でした。で今回なんですが、結構グレイッシュな落ち着いたトーンのお家だったので、明るくなるようなホワイト系のお花をご用意してみました。でメインに使っているのがソーラーフラワーといって、木の皮を使ってお花に見立てて作られているちょっとサステナブルなアイテムなんですが、もうドライフラワーで大きいものってなかなかないので、こういうお花も取り入れるとすごく華やいで素敵だなと思います。こういうリビングですとか、先ほどのスキップフロアの書斎コーナーにも飾ったら空間が明るくなりそうだと思いました。さあ皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではさようなら。